ジャックと豆の木。昔あるところにジャックという男の子が母親と暮らしていました。雌牛を一頭飼っていて、毎日ミルクを絞って売り、その日食べるパンを買っていました。ところがある日、雌牛からミルクが出なくなってしまいました。ミルクがなければパンを買うことはできません。母親と話し、雌牛を売りに出すことにしました。ジャックが町に向かって雌牛と歩いていると、おじいさんに会いました。ポケットから何かを